はい、どうもお疲れ様です。そっかじの久保です。今日はちょっとね、珍しいと言いますか、変わった角度で皆様に、まあ、稼ぐ方法というのかね、こちらの方をお伝えしたいと思います。今見ていただいているのが、まあ、出会い系サイト大手、ハッピーメールの私のプロフィールなんですけども、まあ、私の顔写真がありますね。この写真自体は、2、3年前のものですね。えー、岡山のベイファームっていうところで、えー、自分で撮った写真です。で、下の方にね、 えっと、自己紹介っていうのが書いてますよね。で、この自己紹介もちょっとポイントがありまして、あの、あんまり長くダラダラと書かないことと、自慢げなことを書かないことなんですよね。で、えー、一番最初、話はわかる方ですっていう風に書くのが、実はポイントなんですけども、えー、次の2行目、丁寧にエスコートします。これも1行目にちょっと関わってくるんですよね。で、肝心なのはね、返事はお待たせしませんって書くことなんですよ。うん、で、まずご連絡くださいと。この4つの お4行のね、言葉だけで、見る方が自分の都合のいいように解釈して、自分のお要望に応えてくれるだろうということで、メッセージをくださいます。ちなみに写真はね、本当に普段の姿で構いません。まあ最低限、まあ清潔感のある格好で、えー、着飾ることもなくね、シンプルがいいかと思います。で、ちょっと笑顔を出したらいいんじゃないかなってことですよね。え、それから興味があることにつきまして、 まあ特に選択してないかなと性格も選択してないかなとここはどうでもいいわけですよで、えー、と私10年ぐら,ぐらいこのプロフィールは更新してないんですけどもまあニックネームが書いてあってねで年齢がこんな感じですまあ40代とかでも全然構いませんで、えー、お住まいはまあギリギリまでちょっとね、えー、公開していくところとこのような感じで身長もスタイルルックスはダンディー系まあ中高年なんでね 35を過ぎたらダンディ系がいいと思いますそれから職業もこのような形で書いてますけどもここもそんなにどうでもいいんじゃないかなと思いますねただ年収が300万ぐらいだとメッセージ来る可能性非常に低いんではったりでもいいんで5600万以上って書いた方がいいと思いますねそれから、まあ、交際ステータス独身になってますまあご存知だと思いますけど私はもう結婚してますんで子供いますんでねここはもう完全に更新してないっていう情報になります ですんで、こういうのを見てメッセージくださる方には、返信もしないってことになりますんで、ちょっとプロフィールそろそろ消した方がいいかなと思いますが、あくまでもね、これね、ハッピーメールというあの会社のアフィリエイトのためにステータス残してますんで、ちょっとそこはね、あの、連絡くださった方には申し訳ないんですけども、返信は全くないということで、あの、私の気持ちをお察しいただければというふうに考えてるんですけどもね。で、車はあるにしといてください。タバコは吸わない、お酒は飲む。このバランスがよろしいかと思います。 で出会うまでの希望まずは会いたいとデート費用は全部お金が払う、まあ、これはまあ当然だと思いますけどね当然というのはどういうことかっていうとこういう風な出会い系サイトに登録してくる人っていうのはあのまずは会いたいっていうのとデート費用は全て男性が払うこの2つを当てにしてきてますんでここでちょっとね違うことを書いちゃうとその時点で相当顔写真が良くない限りは振り分けられちゃいますよってことです そして最後の自己評価ですけども、ここはね、自分に対して非常に甘く書くことが成功の秘訣です。まあ、かっこよさは控えめにね、4ぐらいがいいと思います。というのは3だとね、自分で自分のことを平均化して見せるのは全然構わないんですけども、5は書きすぎ、3は控えめすぎなんで、4つ目ぐらいで書いておくと、あまあ、そういうふうに周りの人から見られてきたんだろうなっていうふうに、えー このプロフィールを見た人が解釈してくるんですよねでセクシードってすごく、まあ、曖昧な書き方ですけども要するにこれはセクシードって書いてますけどもこの業界の言葉でねあのまあなんか性的な興味がどのくらいあるかってことなんですよまあこれも4つぐらいがちょうどいいんじゃないですかでおしゃれ度ってのはこれはちょっと落とした方がいいです2だと本当にズボラっていう風な感覚を持たれちゃうんでやっぱりね3ぐらいにしておくとプロフィール写真を見た時にいや結構そんなことないのになって思わせるところが稼げるってことですよね で、賢さは抜群で5がいいと思いますね。で、スタイルも、あの、まあ、ね、あんまりデブっぽくなかったらこのぐらいがいいんじゃないですか。で、私ちょっと筋肉もありますんでね、まあ、4つぐらいでいいかなと思います。で、金持ちではやっぱり年収が600万以上っていうふうにかけるんだったら4つぐらいでいいと思います。で、この辺もちょっとね、この辺はなんかね、私全部3にしてるんですけども、ここはちょっと私も <laughs> 判断がつきません。 で、えー、相手の年齢がこのように限定しておくと、あまり幅広い年齢層に別に訴えかけたわけいいじゃないですからね。で、こういった年齢層の人からもメッセージがもらえますよっていうふうな実績をもとにアフィリエートをかけていくわけですから。さあ、それではね、メッセージがどのぐらい来てるのか見てみましょう。えっ、ー、と、メッセージ、未読あ、メッセージじゃなくて、どこだマイページかなで、えー、ここですね、いいね。はい。 えっとね本日11月13日なんですけども昨日11月12日の時点で4件のね方からメッセージが来てますあついさっき11月13日3時19分今3時42分ですからたった今メッセージもらってますねえっ、ー、と全て20代半ば20代半ば20代前半20代半ばっていうふうにまあ男性から見ると結構おいしい年代の方が この1日ぐらいのうちにね、4件メッセージ来てくれてますね。で、まず上の方を見てみますと、あ、こういうふうな画像が来てますよね。えっ、ー、と、美味しいスイーツが食べたいですとかね、なんだらかんだらって書いてますね。うん。皆さんといろんな話をしたいですってことが書いてあるってことは、これは単なるプロフィールですね。自己紹介の。で、この方からメッセージが、どんなのが来てるかと言いますと、はい、こういうふうに来てます。自己紹介見ていただいてありがとうございます。ゲームとアニメが。 好きな社会でですすということですねだから個人的なメッセージが来てるわけじゃなくてこの人が「あのいいね」を押してくれたっていうことですよねとりあえず興味があるんであなたからのメッセージを私は読みますよって意思表示それが「いいね」ですねだから直接何か私に語りかけた具体的なメッセージが来てるわけじゃないってことですよねプロフィールを読んでもらいたくて「いいね」したんでしょうだ,かだからこんな感じ一般的なことを書いてますね、まあ、このぐらいじゃないですか距離感としては、えー、でこちらです 可愛い,いねって言われます21歳、学生してます。ということは、この地区で学生っていうと、あそこなんかなと思っちゃいますけどね。暇で暇でしょうがない。うん、なるほどね。これはもう完全にあれですね。<laughs> プロフィールも書いてないし。はい、これもそうでしょう、はい。これはあれですね。営業ですね。うん。はい、ということですね。それでね、アフィレートって項目があるじゃないですか。今まで見して 来たのはなななんんかだろうなって話ですよアフィリエイトをこうクリックするとね全然入ってないですよね、まあ、というのが私アフィリエイトすらもうやってないわけなんですよでアフィリエイトをするとこちらの方にあの承認がどんどんついていくんですよねつまり私のこのやり取りを見ながらハッピーメールに登録した方がいたらここに1個つくとか2人目だったら2個とかねこれ一時期は全部こうマックス5件だったんですけどももう 5年以上やってませんからね、こんな感じになってます。過疎地域になってます。まあでも、プロフィールの書き方とか、あの、もうお分かりいただけたと思いますんで、あとは、アフィリエイトのリンクを貼っていくだけですね。まあの、ランクに関する説明とかでもクリックしておきましょうか。はい。私が今、シルバーっていうところですね。以前はね、このブラックだったんですけどもね、だんだんとランクが落ちてきて、それでも5年間、シルバーになんか踏ん張ってますよね。過去の実績から。 まだシルバーでいさせてくれるってことです。つまり、紹介が1件起きると私4000円もらえるんですよ。で、最初は2000円からです。で、ブラックになると5500円なんで、1日にね、2件から3件ぐらいは紹介が起きていたんですよ。ですんで、まあ1万円ちょっともらえてたってことですよね。で、ハッピーメールだけじゃなくて、ワクワクメールとかね、その他、あの、いろんな出会い会社サイトを9件と契約してましたんで、まあ大体1日10万円ぐらいがここから入ってきたかなっていうところと、まあムラがありますんでね、本当に、 そんな一日に10万円もない時もありますんで。でも平均するとこれ、めちゃくちゃやってた時って、毎日10万円ぐらいでしたね。それこそ、出会い系サイトを専門でアフィリエイトを仕掛けてましたんで、結構ね、出会い系サイトって金な払いがいいのと、あと報酬高いんですよね。あとはプロフィール同じでいいんで。うん、だからあれこれと手間がかかんないってことは結構好きでしたね。はい、えー、ということころでございました。今回は出会い系サイトで稼ぐ、まあ実例の方をお話しましたけども、今私現役じゃないんで、 過去こうでしたってお話にとどまりましたけども、でも今日私がお見せしたことを参考にね、プロフィール作成していただければ実際に毎日10万というのはできすぎかもしれませんけども、毎日1万前後っていうのは稼げるんではなかろうかと思います。えー、ということで、今回は以上です。